ヘタフェはソシエダよりファウルが少ないですが、少なくとも興味深い。インテルにゴールを許してはいけない。特に彼らが攻撃的でなければならない時には、私にとってその試合は完璧でした。フットボールデータバンク、ワールドリアクション。ラレアルは非常に難しい2試合を終え、全力を尽くしてきました。ヘタフェは勝利を目指しており、レアレから何かを持ち帰りたいと考えています。レアルソシエダ VS ヘタフェ戦1対0でソシエダの勝ち。ヘタフェとウニオンに対してよくプレーしたのは、興味深いことにそれらのチームが攻撃的でないからです。ソシエダとの試合で久保に苦しんでいたのを見て、もっと上手な攻撃選手を持つチームと対戦したらどうなるか想像してみてください。久保を踊り夜空と交代させ、トラオレをフィールドに残すのは、ヘタフェ戦で踊り夜空に出場機会を与えるためでしょうか。そしてトラオレは今日全力を尽くして休むつもりでしょうか。ラレアルが有利、バルサのファンであることは馬鹿げたことを言う必要があるわけではありません。久保はシーズンのスタートを圧巻のパフォーマンスで飾っています。私はベリンガムが過大評価されていると思います。彼は素晴らしい選手ですが、トップ5にはまだ入っていません。ウニオンとヘタフェとの試合では何もしていませんでした。私が見た試合です。キャプテンに誰を選ぶべきか、久保ヘタフェ戦かベリンガムアトレティコマドリード戦。私たちは日曜日にマドリードと対戦し、次に日曜日にヘタフェ、水曜日にバレンシア、そして土曜日にビルバオが待っています。久保はどうするつもりですか？すべての試合に出場するのでしょうか？ちょっとだけ広い視野でお願いします。私たちは今ノルと共に毎年成長しています。レアルとヘタフェの違いは、ボルダラスが R を正しく発音することと、レアルにはバレネクボとズビメンディがいることです。レアルソシエダは勝ち点を取り続けなければならない。期待を裏切らない、久保が主役であり続けるだろう。ドゥアルテ、ティアニー、オヤルサバル、もしかしたら本番でローテーションがあるかもしれない。バルセロナとレアルマドリードのユースチームに所属すると、とんでもない選手が生まれることが分かった。マジョルカ、ビジャレアル、ヘタフェでのレンタル移籍を経て、レアルソシエダへの期限付き移籍後、久保は本領を発揮している。ラレアルは難しい相手だ。最大限の敬意を持って向かう。彼らの最近のシーズンは素晴らしい。何か良い結果を得るためには、私たちも最善を尽くさなければならない。オヤルサバル、久保、メリノ、彼らは非常に質が高い。私たちのチームも優れていると信じている。ヘタフェはソシエダよりファウルが少ないですが、少なくとも興味深い。ティアニーとズビメンディは負担を軽減するために中にいました。ザカリアンはまた微熱があり風邪のようですが、明日練習できる状態であることを願っています。先日の試合は完璧な試合でした。インテルにゴールを許してはいけない。特に彼らが攻撃的でなければならない時には、私にとってその試合は完璧でした。システムの変更後にもっと良くなれたか、もちろんです。しかし私たちは試合の最初から最後まで非常に良い試合をしましたが、それはサッカーで時々最後に失点することもあります。水曜日の試合をすでに忘れることは、これが初めてではありません。さらに休むための追加の日もあります。そして私たちのチャンピオンズリーグの試合は日曜日のもので、水曜日のものではありません。今週の私たちのチャンピオンズリーグの試合はヘタフェとのものです。来年もチャンピオンズリーグに参加したいなら、日曜日のようなリーガの試合に勝たなければなりません。水曜日の試合が終わった直後、私はヘタフェとの試合について選手たちに話しました。選手たちはその時点で考え方を変えました。サポーターはそれが難しいかもしれませんが、すべての試合で水曜日の雰囲気を再現すること、この日曜日にも水曜日のような雰囲気が再び生まれることを願っています。サポーターが先日のように私たちと一緒にいることは非常に重要です。私たちは来年チャンピオンズリーグに参加したい。チャンピオンズリーグは再びチームの目標ですか？私はそう言ったかもしれませんが、それはそうではありません。チャンピオンズリーグに出場したいなら、リーガのこれらの試合に勝たなければなりません。ヘタフェは堅守のチームと言われていますが、実際には非常によく訓練されたチームです。ボルダラス監督は最大の成果を挙げています。